はですね、発売になったあのメタルジャッカー SJ、これの、飛距離をちょっと検証してみたいと思います。まあホールで当たりを取るジグですので、スピニングより、ベータタックルでどのぐらい出るかちょっとやってみたいと思います。ですね、タックルは、デアルーナの86の M ですね、硬い方です。でレールはあのメタニウム DC、 これに、1.5 の、リーダーがナイロンの40ポンド、これでやります。ラインナップはですね、 20g、30g、40g とありますので、まず 20g からキャストしてみたいと。でも適当ですので、負けずでやってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。タイヤ。え、止める？20g、30g、40g とありますので、まず、20g ですね。これからやってみたい。適当ですので、負けずでやってみたいと思います。89ですね。ということは、これ一巻きが79ですので、89、70m ですね。 70m ですね。はい、次にですね、30g、 これキャストしてみたいと思います。97ですね。27ということは、お父さん、光るやつ。79×97 は76m ですね。はい、じゃあ最後にですね、40g をキャストしてみたいと思います。
112巻ですね。79×112巻は88m ですね。まあこんな感じですね。ですね、まあベイトでまあ 40g で 90m ぐらい出ますので、まああのスピニングでやったらですね、まあ、なんとか 100m ぐらいいくんじゃないですかね。まあよく飛ぶ、空気抵抗は少ないですのでよく飛ぶ、ジグだと思ってます。